キング&プリンスの永瀬廉です。お正月の過ごし方はですね、何年かぶりにオフっぽいので実家に帰ろうかなと思います。もう6年ぶりです。大体そんな感じです。次はカイト。どうも、高橋カイトです。お正月の過ごし方はですね、何年かぶりにオフなので実家で過ごそうかと思います。もう6年ぶりぐらいですかね。以上。どうも、平野翔です。僕もですね、レンとカイトと一緒でオフっぽいので、実家に帰って黒豆を家族と一緒にたくさん食べたいと思います。次は神宮寺勇太。はい、神宮寺勇太です。そうですね、いつもお年玉をいただいてたんですけど、初めてちょっと後輩にお年玉をあげようかなと思っております。大鳥岸勇太。あ、終わった。大鳥って言われた時点でもう終わりました。どうも、シュールでございます。そうです、神宮寺とちょっと同じでして、僕も今回舞台でお年玉を、ね、後輩のねシニアに渡さなきゃいけませんでして、その額がこちらでございます。見えてる、見えてる、見えてる、こちらでございます。見えてるよ、こちらです。え、すごい額落とすね。すごいですよね。その額を渡します。お楽しみに。誰が楽しみにしてるの。あ、そうですね、 M ステこの後見てください。よろしくお願いします。